今回はですね、またね、びっくりするニュースが入ってきましたので紹介したいと思います。ここにも書いてありますけどね、まあ、ブラックシャークの話題なんですけれども、まあ、最近私はですね、このブラックシャーク3という端末を購入して、めちゃくちゃどうですか？かっこよくて気に入ってるんですけれども、まあ、これのですね、まあ、後継機で、まあ、ブラックシャーク4というものが出るということで、まあ、以前にですね、レドミー K40 がね、出るというところで、そこでもね、ちょっとね、ブラックシャーク4が出るよっていう話をね、させてもらったんですけれども、なんとですね、このブラックシャーク4のアンツツベンチマークの結果が出てたんですけれども、それがやばいことになってたんで、ちょっと見ていきましょう。はい、それではね、見ていきたいと思いますけれども、今回もですね、まあ、中国のツイッターと言われてね、ウェイボーからの情報になります。で、以前もですね、まあ、レドミの K40 シリーズが、まあ、来月発売されるということで、まあ、シャオミの、ね、副社長の方の、まあ、ツイートを紹介させてもらったんですけれども、まあ、今回はですね、このブラックシャークテクノロジーってここに書いてますね、の CEO の方の、まあ、ツイートにですね、このブラックシャーク4ですね、新しいブラックシャークのアンツツベンチマークのスコアが出てたんですけども、これがね、マジでやばいことになってるんで、ちょっと見ていきたいと思います。まずはですね、そのブラックシャーク4のね、話をちょっとしていきたいと思いますけれども、これはですね、以前にレドミ K40 の時にもちょっと紹介させてもらいましたけれども、シャオミでね、Mi 11と、そのね、レドミ K40 と、あとブラックシャーク4で、そのスナップドラゴン888を搭載した端末を、まあ出しますということで、まあ前回ね、そのシャオミの副社長の方が言ってたツイートに載ってたんですけれども、で、このブラックシャーク4は、スナップドラゴン888を搭載しているんですが、さらに、このですね、120W の高速充電に対応しています。で、バッテリーが 4500mAh なんですけども、まあこれをね、たったの15分で充電できるということで、まあゲーミングスマホらしいね、高速充電に対応しているというところが一つの売りになっています。それではですね、そのブラックシャーク4のですね、驚愕なね、アンツツベンチマークスコアを見ていきたいと思いますけれども、これもですね、この CEO の方が1月の11日にツイートしてるんですが、ここ見てください。今日は実験室で潜水艦を走らせ、80万人未満は努力しなければいけませんということで、ちょっとね、書いてある意味はわからないんですが、それではスコア見ていきますよ。なんとスコアの方はですね、78万8505ということで、なんとアンツツベンチマーク78万点っていうね、めちゃくちゃやばい数字が出ていますね。で、Mi 11は、まあ、なんか確か発表会の時75万点ぐらいのことをなんか言ってたような記憶があるんですけど、実際は70万点前後みたいですね。もう実際 Mi 11は実機がね、販売されてますので、実際アンツツベンチマークやってる動画なんかもね、上がってますけれども、まあ、70万点前後かなと思います。まあ、そういったものを見ていると、78万点ってやっぱり同じね、SOC を搭載してもかなり上の方だと思うんですよね。かなりいい数字だと思うんですよね。で、スナップドラゴン888って発熱がどうのこうのとかね、あとなんかバッテリーの消耗がすごい激しいとか、なんかそんなようなね、ちょっとこうネガティブな情報も出始めているんですけれども、まあハイエンドの SOC ってね、必ず出た時って結構そういうことを言われるんですよね。まあどうしても精度がすごく高くなってるんで、まあ今までのようなですね、その発熱の状況じゃなかったり、あるいはどうしてもバッテリーがね、こう減りやすくなったりっていうの、結構まあ今までもそのどうしてもハイエンドの SOC ってそういうふうになることがね、多かったというか、そういう話が出てくることが多かったと思うんですけども、まあ、今回はね、またそういう話なんで、ああ、またやっぱりそういう感じなのかなとは思いましたけれども、でもやっぱりね、この辺をですね、まあ、そういった SOC の特性を理解して、まあ、開発することによって、まあ、こういう形でですね、まあ、Mi 11では70万点ぐらいしか出なかったものが、まあ、ブラックシャークはね、まあ、後発の端末ってこともありますけれども、まあ、そういう部分で研究を重ねて78万8000点というスコアが出るということなので、まあ、非常にこれ期待できますよね。で、さっきのこの今日はね、実験室で潜水艦を走らせ80万人未満に努力しなければなりませんっていうのは、これちょっと直訳なんで意味わかんないんですけど、どうも、まあ、80万点出さなきゃダメだねっていう、80万点ぐらい出したいねっていうことみたいなんですよ。だからブラックシャークとしては、78万点でもまだ満足できなくて、80万点以上出すぞという意気込みがね、ここで語られてるわけなんですけれども、これはちょっとすごいですよね。まあこれはちょっとすごいというのか、逆に言うとやっぱ Mi 11がやっぱ先に出てたんで、ちょっとその辺ね、やっぱり最初に出る端末っていろいろまあ不利なところがあるじゃないですかね。そういうですね、やっぱり研究する時間も少なかったり、やっぱりこう周りの状況を見てね、改良するっていうことはなかなか難しいと思いますんで、やっぱり最初に出すとまあ有利な部分もありますよね。話題になるっていう部分もあっていいところもあるんですけど、やっぱりこう後から出した方が、まあいろいろ
ろね、そういうふうに改善できるところもたくさんあると思いますので、まあそういった部分でこのブラックシャーク法は結構期待できるし、まあこれぐらいのスコアを出して、かつね、やっぱり冷却性能とかね、やっぱりそのゲーミングスマホなんで、まあブラックシャーク3もそうですけれども、やっぱ冷却性能とかそういったところも含めて非常に気になる端末ですよね。はい、ということで今回はですね、まあブラックシャーク4のアンツベンチマークがやばいことになってるということで、まあ紹介をねさせていただきましたけれども、でまあ最近ですね、このね中国のウェイボーっていうところでね、結構その情報が仕入れられるということに気づきまして、まあちょっと見てるんですけど、このウェイボーって結構面白いんですよ。あの特に日本語にこう直訳されるんで、意外とそのなんていうんですかね、気持ちがストレートに伝わってくるというか、意外と見てて面白いなと、意外と暇つぶしになるなっていう感じなんですけども、これもね1月10日にねこの方がツイートしてる、早朝明日の朝何か大きなことが起こりますって、なんかめちゃくちゃね期待させること書いてあるんですけど、これ1月11日なんで、まあブラックシャーク4をね、まあちょっと小出しに発表する前の日のね、ツイートだと思うんですけども、まあこういったところとかですね、大好きです、あなたは本当に無敵だと思いますとか、なんかなかなかね、いいですよね。あとですね、この1月4日のね、ゲーム携帯電話のカテゴリー創設でブラックシャークはユーザーだけでなく業界でも認められているデュアルゾーン圧力感度って、ね、書いてありますよね。これ全然私知らなかったんですけど、前ね、ブラックシャーク3を紹介した時にその感圧式っていうか、そのディスプレイをこうグッと押し込むことによって反応する操作っていうのがね何個かあったんですけれども、だからブラックシャークってこの感圧のタッチパネルだったんですかね。まあただ実際にブラックシャークスリムね、そうやって強く押し込むことによって LR ボタンをね、ゲームの時に使う LR ボタンを、まあ、擬似的に使ったり、あとちょっとその感圧押し込んでから操作するようなね、操作方法があったり、まあなかなかね面白い端末になっていますので、まあこの辺もですね、当然ブラックシャーク4でもまあ搭載してくるのではないかなというふうに思います。ということでですね、まあ、中国の、ね、スマートフォンを楽しむにはこういったウェイボーで、その、ね、メーカーの中の人の声を聞くっていうのが結構面白いかなと思います。はい、今回は以上です。